オールスタープロレスラー診断。えー、前回に続き、今回は、ウから始まるレスラーです。蝶のスカウター,あー。世界のプロレスラーをチェックする。次の選手。次誰だっけ海の選手か。お父さんが、ね、海のレフェリーで、お父さんと本と付き合いはもう長くて、もう、新日本で今も、工業の多分、 上層の方で、まあ息子さんがね、あんな大きな息子さんとかあんなかっこいい息子さんがいるっていうのを知らなくてただ彼もやっぱお父さんがそのプロレスの業界でやっぱり縦社会をしっかり、えーえー、教えてるんで息子さんに。分かってる人と全く分からない俺なんか全くそういうの知らないで入ってるからなんだこの世界は っっていう感覚の人とは違ったよねだ、うん、から結構なんかねあがいことイギリスかどっかしったほうがなんか2年かね3年近くなんか長かったんで聞いたら苦労をしてるっていうのはあの新日本の中にいるとそれはまず経験しなくてそのまま常に給与が出てえ食べ物も保証されてでただいだ住むとこもあると。で三役ね、道場かからら出なかったら えー、もうその環境はあるんで海外に行ったらそうはいかないんで、えー、本当に金があの途絶えたらそこでホームレスになっちゃうかもしれないだからよくレスラーでいたらあの車,の車が重機になってるやつねいやだからこれからじゃないのいやだからあの損失とかっていうとこあともうとにかくもう勤勉に今の選手ってそのトレーニング自己管理っていうのをしっかりできてる。無関心で言ったら本当そのなんだろう その体の作り方なんかがまあ俺の当時だったらそのボディビルダーじゃないかみたいな感じで言われてる時代があってでそれからもうその体をやっぱりそ,のあのそこまでケアするしてたのがそのまあ砲丸世代ぐらいからだよね。うんうん、で今度だけどまだ砲丸世代はこの昔の。 おそのよよ夜もその飲み食いも外でもレスラーをやらなきゃいけないっていうところがまだ半分残ってるで今のレスラーはもうそこ完全にあの分かれてると思うんだよねプライベートはプライベートですと。でリングの上の自分のあれを作るための自己管理だとか体作りだとかっても多分それがないと残れなくてだからちょっと昔のタイプのあもうその素質だけで、えー、もう,う。 なんていうんだかそのリングに上がってるでかいやつらとかっていうのが通用しなくなっちゃったよね、うん、だからそういう中では彼は完全にやっぱ今の風のレスラーでもう自己管理の,そのストイックさが、まあ、今はあれが当たり前なのかもしれないけど周りがみんでそこでもやっぱ多分あのやっぱり一番トップをいってると思うの、ね、自分の自己管理とかっていうところでも。 あ,あとたもやっぱその舞台との経験だと思うよねまだまだあのーまあ、大きな舞台であったりとかチャンスであったりとかそれからあと背負わされるものとかいろんなプレッシャーを経験してったらで彼はねのそう俺の話した時に帰国大戦かなんかの試合あの緊張するから気をつけろよって言ったらいや全然緊張してないですもうあのあの。あの 期待しししかかなないいいですよ、楽しみしかないっていう、<ー>要はそのでかい舞台でできる俺はやっぱちゃんとやってるやつは違うなと思って俺なんか適当にやってたから大舞,台 <laughs>、ね、大舞台で俺、ね、大舞台で俺なんか海外遠征の途中で途中聞こえて呼ばれたあの東京ドーム一発目の東京ドームの時は記憶飛んだからね、うん、あの行くぞーってベイダーとのトーナメントで一回戦の時ね気合い入れて行ったらそこから3時間記憶飛んでるから。 もうでも気合は入れてたんだよ。気合は入れてその緊張と俺は緊張と気合をぐーっとこうそこにもう東京ドーム大会5万人でもう一発目すごい入ってたからそんなとこにやったことないね。ち、う、ょ、ん、さんが STF を練習てたと思う。ああ、そう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 あのやってた,やったああ、覚えてないな。<laughs> <laughs> そこも記憶飛んでるじゃん。<laughs> <laughs> 失礼です <laughs> 老人老人をね <laughs> 老人に対して失礼です彼はねなんかそのやっぱ同じ入り方ではっていうのでなんか違う入り方を研究しててでそれをこう見せてくれてね俺なんかは別にもう、ね、そこまで研究熱心な人間じゃないんでブルーティズに教わったやつをあんまり俺もね少し入りきり方をちょっと オリジナルに変えたけども、カロスの入り方がなんか面白い入り方をやってて「うん、あん、俺いいな」っって,言って逆に俺が教える立場だったのに「その入り方教えて」っつって。だから翔さん何か、ね、s t f を、えー、っていう一つ技をあの伝授っていう形で来たんだけどまあ別に、まあ、伝授してもそんなのね使っていっても別に。 決まり方がないっていうかさ普通の,あの相手の体格によってでかいやつ足の太いやつ足の短いやつもうみんなその体のバランスが違うし、えー、それに合わせてや,やってあのあの機械みたいに形がこの形でこの角度っていうのはないからもうそこはもう、ね、やりながら覚えていくしかないんでまあそのももう経験だよね。だってあの やっぱり2メートルこすような選手に STF っていって結局フックかからないから足のかけ方をちゃんと変えないとどっちでポイントにするのかで足をがっちり固めたらもう明らかに届かないのジャイアントシルバーとかさ2メートル以上の外国人とかさでかいやつにはだったら足のフックは軽めで顔の方のあ、えー、のをメインにこうきめに持っていくっていうような形だとかをやらないとそうそうそう。 スピードすごいよスピードスピード、うん、スピードがスピードそれか多分ね持久力も多分すごいと思うねパワーはちょっとそんな大きい選手じゃないからどれぐらいメダルかってちょっと俺も分かんないけどもでも細くて強いやついるからねそうスピードにしますかスピード10うんあと、顔が10いやもうルックスは本当大切だようん、<laughs> いいーズがあいつ歯直せばねあいつ <laughs> <laughs> でも前々回めちゃくちゃやりましたからその鏡のテーマつかそのバッターいやもうね顔はねやっぱレスラーねあの自分でやっぱその自分の顔はね大体どのポジションなのかって自分で分かっとかないと大三世代がいい例じゃんい,いやいや誰でも強いからってベルトを任せていいのかっていうねやっぱそこには伴うその風貌が必要じゃないね まあ、ウルティモ選手は確か練習生で入ってたんだよねまあ練習生でもなかったのかな通い詰めててみんなが終わった後に、えー、道場でちょっとこう使わせてもらって練習を一緒にやってどんなことをやってるのかみたいな感じのだ、ね、そこら辺の、ね、入り方は彼はすごいよその後もやっぱりちょっとしたその、えー、きっかけがあったらやっぱそれを 必ずちゃんとと繋ぐというかそこら辺のねそのビジネスセンスというかね、うん、そこすごいドラゴンは、えっと、もう本人がその新日本からのデビューっての体が,が小さいっていうので多分そのライガールートライガーは多分ねもうその身長のところで無理だと思って最初からメキシコに行ってんだよね。で向こうでそのトレーニングかなんかを向こうのメキシコの団体のところで確かそこでやっ ってるところに遠征できた小鉄さんに多分あの志願かなんかして認められてじゃあ帰ってこいって言うんで帰ってきたあの日本で入門した確かそんな感じなんでで、そのパターンがあるんだっていうのが、えー、そのちっちゃい選手でもっていって、まあ、ライガも1 2 0ンチか<や>100それちょって言<や>ってた多170は確実にないはずだから<あ>もしくは角がついて170。 俺はね NWO で WCW をした時あの時にワールドワイドの収録がディズニーの中で収録があってで、客はそのままあの見れてでそこで5本撮りぐらいする。しそこの試合のところで俺が、えー、若い選手と試合があった時にマンハッタン・ドロップってあれ。 ガンってやるやつが160キロ70キロのやつのやつがそいつがやっぱりその,あのもうヘロヘロになっててで持ち上げてダンってやったら俺の片足の方にそいつの体重が丸々かかってでマットがこうちょっとこうバウンドするようなもんだったそしたら足首がバカンってもうあの脱臼だっただ骨折したかと思ったバカーンってなってあで えー、それで、えー、その後それ帰って地盤があったんだけども顔はまずいなと思ってその時ドラゴンは俺が NWL でこうやってる時のねまあだから初期の897年とかぐらいの時にメキシコから日本に新日本に行ってたのかな新日本でやってたもん、ね、したらちょっと寄っとて ワチョンさんって顔を出しに来ましたでそこにあのまだか当時は知らないけどサニオノさんっていうのはねマネージャーみたいな感じで日本とのやり取りをしてたんで,でそことコネクションを作ったそしたらその俺が怪我をしたそう最初会った時から半年ぐらいの間でもう多分ねビザなしでもとにかくただでもやりますっていう感じで、うん、でいう感じでトライアウト。 をやって、あ「お前、いいなこいいつ。ウルティモってううような感じで入ってくるそしたらまた今度ね若い選手たちをメキシコにいる若い選手をもうただでもいいからとにかくやらせてくれというね、あのー、やらせるわけそれでいつの間にかその俺が怪我した時の夜は、えー、名前はちょっと今出てこないけど誰だかなもう今頑張ってるベテランになっちゃってるような連中があの 俺のホテルのとこ来てくれてその氷だとかいろいろアイシングとかその治療のあれを手伝ってくれて、えなんでこんなに日本人いっぱいいるのってぐらいあっていうぐらいで、もうあ,あの辺がねなんかメキシカマフィアだよねあいつらねなんか隙があったらねもういつの間にかネズミこのようにどんどんひ <laughs> 広がってるっていうねほんでいやその辺がだかまあまあ,あこいつすげえなと思ったよね 一回なんか覚えてるのは「そのいやチョンさんあのあの w c で頑張ってんで NWO で」ちょっと顔出しましたって言ってなんかよって突然こう会場かなんかに来てでなかなかそういうのも、ね、セキュリティのあれもあってなかなか入ってこれないでしょ多分俺なんかもじゃあ今、うんえー、誰日本人で言ったら誰がいるか今、まあ、w c に WWE か、えー、中村慎介多分俺会いに行けないと思うよね。 俺多分もうセキュリティーっていうか街で、ね、あの会場には多分入れないしあれ戦ったことは、ね、うわない,いいかなそうだ、ね、15年前にやってますあえル・ン・バーサスの正志え俺 え、俺リアルジャパントリストに出てんの？高橋君、あ、でもなんかね、俺サイマーさんのそばった気をつけろっていうのはなんかなんかその記憶ある手を戦ってんだよね。そうそうあの油断するとゲーム入れてくるって言ってた、<laughs> <laughs> <laughs> あまだからやっぱスピードだよね。スピードとそのセンスとかあーインサなんていうそのあインサイドワークもそうだし。 レスラービジネスマンだからそのビジネスマンとしてのセンスはもう短皮開ちだろうね、うん、あもしかしたら本当何本かの指に入るぐらいだと思うよ<ー>、うん、彼はどこかの団体に属してなくてあそこまでその多分ライガーとウルティモって同格ぐらいのレベルだと思う、ね、であのライガーはもうとことん会社を利用するタイプだ,、ね、<laughs> もうだから。 あのも,うあのもう五冠だか何冠だか,かチャンピオンになっててもずっと道場に座ってたのもう金使わない使うだけ会社は全部使えるものは全部使うっていう、ね、タイプででウルティメは全く逆にそっちが逆で、えー、なんかウルティメのプロレス団体を作って若い選手を育てたりっていうもう真逆なの、ね だからそれを考えるとウルティモはやっぱそこで、えー、ベースがないところからダブルシュー行ったら WWE は上がってないのかな。でも新日本だ日本団体ほぼ全部モーラルしてベルト巻いてっていうあこいつょっさすごいなと思ってね。チャンのチャン登録よろしくお願いします。愛チ